こんにちは。バロン安江のエリア55です。この番組はね、もう何回もお伝えしてますからお分かりいただけてると思うんですが、このバロン安江こと安江邦夫がね、あ、こんな面白いものがあるんやとかね、あ、こんな面白い人がいるんやって分かった時にね、それをね、自分だけのものにしておきたくないたちなんで、皆さんにこうやってね、まあ押しかけ的に勝手にね、それぞれの人、それぞれのものを作った人にはね、全く内緒というかね、言わないでこっそり皆さんにお伝えする、お知らせする、そういう番組です。で、今日は再び本のご紹介です。最近ちょっとね、本の紹介が、続いてるんですが、まあそれだけね、いい本がたくさん出ます。秋はね、読書の秋っていうぐらい、やっぱり出版社もね、秋になると皆さんが読書意欲が増してくるので、いい本をたくさん出してくれます。で、ここに来てね、10月19日発売の素晴らしい本があります。それを今日は皆さんにご紹介したいと思います。もうエリア55中で一番一押しです。いいですね。その本がじゃーん、これです。これタイトルは、ここにね書かれてる少し難しい漢字ですが、これをね、ガオンと発音します。ガオン、まあ一応ここにアルファベットでローマ字でガオンって書いてくれてますからわかりますが、本のタイトルはガオンで、副題が民が主なる国の帝王学と武士道。いいでしょう。もう僕が大好きなようなタイトルとサブタイトルです。タイトルがガオン、もうね、Amazon で予約申し込みができます。書店にも、間もなく並ぶと思いますが、副題が民が主なる国の、つまり我々ね、我々、例えば日本国民が主なる国、つまり日本のです。帝王学と武士道、つまり、ある特定の一部の人たちだけの帝王学とか武士道ではないんです。我々全員の日本国民、あるいは世界中の人々、人類全ての人々のための帝王学と武士道だとお思いください。そういう本が出ます。ご著書は、私がいつもさまざまな場面でお家元と、呼ばせていただいてます、私が最も尊敬するお方です。ですから著者名としてはっきりとそのお方の、お名前がここに、例えばプロフィールのところにお写真と、お名前があります。お名前は中澤博之様で、このプロフィール面白いんですよ。この中澤博之様が自ら、特にプロフィールとしてここにこういう表現にしてくださいというふうに、ね、出版社に依頼されたそうなんですが、ちょっと読みますね。著者のプロフィールって普通はね、固い表現するんですよ。東京大学、ね、卒業とか、ね、大蔵省何々局、主計官とかね、もうそんな固いのはもう僕らも嫌ですよ。そんなもん見たって仕方ない。その人のありのままを語ってるわけじゃないんですよ。でもね、このプロフィールはいいですよ。粋ですよ。肩の荷が本当に抜けてます。昭和運年、1900運年何月何日、琵琶湖のほとり大津市で生まれました。それから後は小学校、中学校、高校、大学で学び、社会に出て公僕として行政にも参画し、福祉の現場も預かり、同時に煎茶道大幕梅砂流の家元として社会貢献も
それなりにしてまいりました。そして今は何もしておりません。今は何もしておりません。これ半語ですよ。実はものすごくたくさんのことをなさってるのに、今は何もしておりません。もうこのプロフィールが物語っておるんですが、この本開きますとね、なんとこういうふうに素晴らしい写真が、カラーの写真がたくさん使われております。で、先ほどね、ご著者の中澤お家元から伺ったんですが、実はこの文章としてね、書かれてることだけではないんですね。この写真が物語る、あるいは写真の隅々にいろんなものが隠されて、例えばこの写真92ページにあります。この写真にね、私バロンね安江の私の何かが隠されてる。ぜひ見つけてください。それが安江国を語るキーワードになるそうです。キーコンセプトになるそうです。それからもちろん文章も素晴らしいんですが、その内容たるや、もうもちろん本当に私が日頃から尊敬申し上げてますように、この中澤お家元のおっしゃることは本当に素晴らしいことなんです。我々人類、日本人だけじゃありません、人類への提言です。その中でね、私が一番気に入ってる文章をちょっと、読ませていただきますね、95ページにあります。世界平和を普通ね、皆さんに呼びかける方々の、立派な方々の文章は硬いんですよ。それから言われてもね、なんかはーっとで、あるいはね、今でこそね、ロシアが悪いとか、ウクライナは被害者だとか、アメリカがいいとか、ヨーロッパがいいとか、さまざまな言い方しますとね、相手方、反対側が今度は悪いってことなんです。善悪の何かね、そのはっきりと色付け、色分けがされてしまうんですね。平和を求める表現をしても、ところがそういう色分けをしないで済む、でもやっぱり平和が必要なんだよという表現で、これに勝るものは私お目にかかったことありません。読ませていただきます。所詮ですよ、地球人は宇宙の田舎者です。銀河系といえども宇宙の端っこにあるもので確かです。ましてや太陽系など隅っこの隅っこにある未熟な生命体の存在なのです。そうなんですよ、銀河系のさらに隅っこなんですよ。太陽系は宇宙の真ん中にはきっと我々が想像を絶するような円熟した崇高な生命体があるのでしょう。そして彼らはこんな太陽系の隅っこにいる我々を振り向きもしていないのでしょう。地球で宇宙へ旅する時代が来たといっても、大宇宙から見たら田んぼの見回り程度のことなのです。田んぼの見回りも大切ですが、地球人の存在だけが偉大で全てであるかのような錯覚を早く捨ててしまわなければなりません。そして意味のない戦争を終わらせ、食料やその他のエネルギーの奪い合いも終わりにし、田舎者は田舎者らしくみんなで仲良く暮らしていこうではありませんか。こういうね、肩の力が完全に抜けた、誰も敵味方を作らないで、皆さん地球のね、全人類に平和に暮らしましょうよということを呼びかけていただける、そんな表現がね、お出来になるね、著者ね、中澤博之お家元のこのガオンという本、まもなく発売です。もうアマゾンでは予約のね、受付が始まっております。皆さんもうぜひこれお買い求めください。で、ね、
このカラーの綺麗な写真を見ていただいて、そのあちこちに平和や地球の将来に向かうための秘伝といいますか、キーワードといいますか、キーコンセプトが隠されてます。で、それを補完するような、ね、文章、言葉による表現が、ね、あちこちに見つけることができます。ある意味これはパズルブック、本当にあの知恵の何て言いますかね、知恵の輪をこう外していくジグソーパズルを、ね、組み合わせていく、そういうパズルに似た知的な楽しみを皆さんに与えてくれる本です。秋の夜中、秋の夜長です。皆さんもこのガオンという本を手に入れてくださって、この本の中に書かれた知的なパズル遊び、これに邁進してみてください。没頭してみてください。おのずと世界の平和が訪れてきます。はい、本日のエリア55、ここまでとしたいと思います。ありがとうございました。